マンボの、安全性をより高めるために子ども向けのイベントの場合に、フリップ1回転することをオフにするという設定が可能です。デフォルトの設定画面の方から説明していきます。でまずフロントのフリップが今1番で、リア後ろ回りが2番、で左回転が B、右回転が A というふうに割り振られているのを全部オフにします。まずフロントフリップが1番になっているので、これをオフにするためにリアフリップを1番に割り振り直します。そうすると、フロントフリップがオフになります。次に、レフトフリップを今度1番に重複させるとリアがオフになります。よいしょ、これリアが、オフになります。最後ライトフリップを1番重複させて、これでレフトが、オフになります。すごい。で今度ライトフリップが1個残っちゃってるので今度写真の機能でまた1番割り振るとこれでライトフリップもオフになるのでこれで全て1回転フリップの機能がオフになりました。以上です。